こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ではチャンタイハイ続きやっていきましょう。はい、ではですね、松井投手いきます。はい、タピオカさんですね。はい、いやちょっとね、開幕ダッシュ成功したんですけど、今ね、2勝2敗のタイになったんで、なんとか、あ、外小判さん、なるほど。自分リアタイで対戦したことあります。あのナックルカーブが2つあるんですよ、大きいのとちっちゃいの。確か外小判さんはね、リアタイで 4,5 回対戦してますね。はい、なんとかね、自分の感覚なんですけど、まあ、これが正しいのか分かんないですけど、大きい方に貼った方がいいですね。あの大きい方に貼ったら、ちっちゃいのってあの空振りした方がいいじゃないですか。ちっちゃいのに貼って、なんか引っ掛けるのが嫌なんで、大きいのに貼りがちなんですが、はい、どうなんでしょうね。どうやって攻略するのがいいのか分かんないですが、おいいですね、このね、右バッター、この自分ですね、こうストライクゾーン横断スライダーって言って、今のはストライクだったんですけど、ボールストライクボール、ここら辺かな、これまずボールゾーンからストライクゾーンに来て、あ、ストライクになったそこがねいいんですよ。よっしゃー、待って、おーすごい、ナイス松田選手、オッケー。ストレート投げてこないなと思ってると思うんで、まだ投げないです。はい、なんかですね、自分松井投手ちょっとベストピッチ出しづらいんですよね。なんでなんだろう、わかんないんですけど。よし、 OK、 よし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 。あ、柳田選手、あれ極まってません、大丈夫かな、ストレート張ってるかな、どうかな。よし、でここねストレート続けるんですよね。逆にまだ続けます。そろそろスライダー来ると思う。よし、あ、よし、さっき言ったボールゾーン、ストライクゾーン、ボールゾーンの、あ、ちょっと中入った、危なかった。あ、やばいかな。OK、よし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 、初回 OK ですね。はい。さあこれからファイターズが守備につきます。外小馬さん。あの自分、これも自分の感覚なんですけど、右の方が打ちやすい、うん、大きい方に貼ります、大きいナックルカーブ、あー早いんだって、そう、これ我慢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 、そう、ちっちゃいのは見送って、あ、しまった、引っ掛けた、うん、やっちゃったな、まだ捉えたいボールですね、まだまだだな、本当に実力がちょっと早いな、全体的に早い、ストレートも早く振ってるから、ちょっともうちょっとセンター返しぐらいイメージしつつ、あ、振ってない振ってないって、今違う、振ってないんだって、もうこれやられた、これやられるじゃない、じゃあその前の振ってないって、これありません皆さん、なんか指が離れちゃうみたいな、振ってないけどなんかちょっと指の力弱めたら、はい、なんかないかすいません、もう言い訳やめる、もう見苦しいですね、こんな言い訳するの本当に。これお、ちっちゃい方、よし、あー、ダメか、いやーちょっとね、外小判さん打ちたい、マジでこれちょっとそろそろ横断決めたい、横断スライダー、ボールゾーン、ストライクゾーン、こう、これ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 が今のは見逃されちゃうんですけど、これがね、追い込んだ時に
かなりの威力を発揮すると自分は思ってます。これ危ないんだよな、アウトハイ。あ、オッケー。そう、ボール球、でね、打ち取れるのは一番いいんですが、あれがね、ストライクゾーンに入ると結構通過されること多いから、あそこは打ちやすいんでしょうね。このスライダーはコース的にちょっとワンワンだったら横断いいんじゃないですか。横断決まりそう。横断スライダー、あー見極め、あえてここでチェンジアップ。おおほう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 、よし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 。ちょっとねストレート全然投げてないんで、ここ投げれば多分見逃し取れると思います。ストレートはベストピッチが合うな。でさっきと同じです、ここでストレート続きます。アウトハイにも投げちゃいます、怖いですけど。そろそろここで投げるか。これはねギリギリ狙えます。あー、もうベストピッチ出さないといかんですね、うわー1000の9のガンが、あー外れないでお願い。よし、オッケー。いや投手戦になってますね。どっちかっていうと今までちゃんと4試合やってますかね、打ち合いが多かった、打ち合いというか、あ、もうなんでよあれちょっとね、自分リアタイで対戦した時に、初めて対戦した時は確かにあんま打てなかったんですよ。でもなんかその後割と打てた気がするんだけどな。あー、ちっちゃい方だった、やばい、これはねちょっとあかんで。あら、ピッチャー変えてくるかな、変えてきてくれた方が。あー、浅尾投手、あ、ちょ、浅尾投手対戦したことない、しかも羨ましいな。パームとフォークとツーシームありますよね、多分スライダーパームでしょうね、あの大きいのが浅尾投手なんで。あー、これがフォークか、3の方ですね。あれかな、自分がドラゴンズファンなのをちゃんと意識してくださってるんですかね。ありがとうございます。なんじゃこのパーム、初めて見た、やばい。ちょっと全然見たってない、ちょっと待って何このボール、なんなんもうちょっとこれはちょっとだ、やばい、クーラーつけてるのに汗かいてきたな。カーツすいません、今気づきました。 OK、 今のコースだってことはちょっとストレートに張ってるかな、ちょっとどうですかね。これカーブ、いやー危ない割とね、チェンジアップの抜け玉は今みたいな空振り取れる時もありますよね。一番嫌なの反速球、うん、スライダーとかフォークあたりの抜け玉が一番なんか危ないですよね。あ、代打古田さんのところ代打する、あかん、ちょっとここ数試合全然打ててない。最初は打ててたんですけど、やばいな、ちょっとこれはまずい。でも1点取ればいいわけですから、うん、やっぱりね、試合に勝つっていうのがね大事なので、こいつ打てねえなって思われてもいいんで、1点取って、もぎ取って、でもパームはパッて来た時にパームだって分かるけど、でもちょっとミートが合わせづらそうですね。今はよく見ましたね。ちゃんと集中してストライクだけ振ろう。ストライクだけマジで。ああ、ちょっと
パームとかが頭にあった。ストライクだけ OK。 パーム来そうっすね。裏をついてまたストレートか、どっちだ。スライダー、よし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  OK 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 OK、 よし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 。いやちょっとここはね、あでも甲斐選手かキャッチャー、あちょっと待って、ここもしランナーが二塁行ったらダイソーかな。あもう焦りすぎ、焦りすぎなんだって。しっかり集中してちゃんとボール見て、あストライク、パーム今後初めて見たな本当にこのボール。よし、やっちゃったよ、もうやっちまったよ。いやー OKOKOK、 もうクールポコさん並みのやっちまったなーですね今のはね。男は黙ってホームランってね、やっちまったなー、男は黙ってツーランホームラン、ここで見せたい。全然面白くないな自分集中して集中、あかくってる、かくついてるって、ちょっと急にカクつき出したって、ありますよね。なんでこんな大事な場面でカクついたの今。ちょっとカクついた、もうなんかカクつ、いやちょっと今カクついてる絶対。なんであんな場面でカクつくのよ。いいんじゃない、あーちょっとおっ2歳からピッチャー変えてくるっていう、あるかな、ありますね。やばい完全にこれ意識して、もうなるほど、いいリレーですねやばい、黄金リレーすぎる。ちゃんと自分がドラゴンズ好きってことを、よし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 、さあここ1本1本出ればですよ。しかも源田選手、さあ頼む平田選手、シュートとあれシンカーかな、サークルチェンジか、どっちだったっけ、どっちか、よし、うん多分ね歩かしてもいいかなって思ってると思うんですよ、投げててこの状況なんで、うんですね、うん、いや全然いいと思います。ピタリに取りに行って、じゃあびっくりさせよえ持ってるのみたいなよし、ああれじゃあ誰来るかな、ドラゴンズのピッチャー来そう、あここで見上げしたってあ、ファイターズファンだと思うので、タピオカさんは。ここで来ましたね。今からも、なんでよ。ちょっと、ちょっと、やっちまったな。ちょっと待ってよ。これタイブレイクだから、あ、いや、これでいいや。はい。ここでドラゴンズ、守備を変えてきました。パウエル選手のところには回って、おそらく回ってきたとしたら相当点取られてるってことなんでここで次の回自分がここでめっちゃ点取られて、しかも自分もそこそこ打ち返して、ってことになりますからね。パウエル選手のところに回ってきた、まあ、回ってくる可能性があるんだったらそのままでもいいかなとは思うんですが、まあおそらく回ってくる可能性非常に低いので、ここはね大和選手をセンターに、まあ、守備がいい方ね、あちょっとねまずいかな、なんか捉え始めてません、これ完全にスライダー、なんかタイミングが絶対こう、読まれるかな、よし、あー嘘、いや取れると思った今、松井選手スタミナがもうこれ3人は投げられない、あダメだもうこれ
これもうダメだ、通用しなくなってきましたね。ちょっと変えますか。やばい、ここ、あー、また間違えた。ここは大事だな。いや、なんか嫌な予感がしてきた。他の同士からごめんなさい、タイピン持ってるんで。いやー、やばい、ちょっとさすがに調子乗りすぎましたね。ここね、三振かゲッツー、ホームゲッツーとか欲しいですね。スラブと勘違いしてほしい。あ、これ入っちゃうな。よし、オッケー。いや、1点で食い止めればね、なんとか1点で食い止めないといけない、本当に。やっぱり、はい、今のはダメだな。やっちゃったな。配球がダメですね、今のはね、多分。あ、もうちょっと上に投げたかったんですよね、あのコース。いや、でも多分今のもうちょっと高めでも打たれてますね。なんかストライクゾーンの、しまったな。これは心折れますね。ここはボールになるんで、うん、いや、でもね、いや、自分はあれですよ、リアタイでね、このタイブレイクで5点取られて6点取って勝ったことありますから。ここでファイターズ守備を変えてきました。ドラゴンズ最後の、全然諦めてませんからね。くんのか、あと1人しかいないですね。誰だ、だから打ち込めばね、スタミナ削れるんだ。よしのぶ、よしのぶ。いや、でもね、山本とか結構かなり極まってる。ここに貼ります。はい、ここに何かを投げてくるんですよ、大体山本投手使う方。よし、早いんだよな。早い、やばい、タイミングがもう。ああ、そう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 、このね、インドーがやっぱ下になるんですよ、おそらく山本投手は。はい。よし、え、抜けないの。あー、ただマジか。今はちょっとうまく打てた気がしたけど。ファイターズピッチャーが変わります。やばいな、飲まされてるな。これは、やばい、ちょっと心折れないで、大丈夫、しっかりボール見て、今の振っちゃダメ。やられた、もうこれ完敗ですね。やばい、ちょっとあれ、甘くなかったな。いや、自分どっちかというとピッチングの方針じゃ。いやー、でもこれ、そっかー、やばい、これで負け越しですね。っていうか全然打てなくなってる、うん、打てなくなってるっていうか、これが実力なのかもしれないですけど。